はい、えー。今回はよくご質問いただきます。ソニーベガスプロで MP4 データを作成する方法をご紹介していきます。まず、動画の書き出す範囲を設定します。そして、ファイル、名前を付けてレンダリング。えー、こういったテンプレートの中から、えー、フォーマットを選ぶのですが、ベガスプロには MP4 に書き出せるフォーマットが2つあります。まず、このメインコンセプト AVC、MP4 入っていますね。 そしてもう一つがソニー AVC。こちらも MP4 が入っています。この二つから MP4 を作成することができます。二つの使い分けなんですが、えー、僕の場合は基本的にはこちらのソニー AVC を使っています。タブを開いて、インターネット 1920×1080。こちらのテンプレートをカスタマイズして使っています。まず、フレームレートですね。通常時はこの29.970、30コマのものを使っています。で、例えばビデオカメラなんかで、 60コマ、60p で撮影したような場合ですね。そういったときはここを59.940にして60コマで書き出しています。通常時は29.970のまま使用しています。そしてあと画質設定、ビットレートですね。標準は16メガとなっています。タブから26メガまで上げることができます。次にオーディオの設定ですね。ビットレート、これも音質の設定ですね。 384をよく使っています。この設定が標準的に使っている設定となります。そしてもう一つあるメインコンセプトの方ですね。こちらも MP4 に書き出せるのですが、まあ、何が違うかと言いますと同じようにインターネット HD 1080p の設定があるのですが、テンプレートのカスタマイズを開きます。基本部分は同じなのですが、ビットレートの項目ですね。ここはちょっと複雑化されています。 標準では可変ビットレートというのが選ばれています。最大値が24、平均値が12というふうになっているのですが、これは例えば映像の中で複雑な部分は、この24の高いビットレートを使って、白背景に文字だけのようなシンプルな部分ですね。そういった部分はビットレートを落として、データサイズを軽くする。といったようなことを自動的にやってくれる、えー、書き出しの設定です。 画質よりもデータサイズをできるだけ小さくしたような場合は、こちらの設定が使われます。そしてこの2パスの項目にチェックを入れると、映像の複雑な部分とシンプルな部分を解析するのを2回行うことで精度を上げるといったような、えー、機能となります。画質の精度は上がるのですが、その分、解析の時間が2倍になります。そしてもう一つ、一定ビットレート。こちらは先ほどのソニーと同じ。 固定ビットレートになるのですが、ソニーは 26MB の画質が最大でした。こちらは、さらに 50MB、135MB、240MB と、さらに画質を上げたビットレートで書き出すことができます。ですので、サイズを小さくしたい、であるとか、もっと画質を上げたい、といった場合はこちらを使うといいと思います。ですが、標準的に書き出すのであれば、こちらの、ソニー AVC。 で、ビットレートを上げたものですね。これで、と、オーディオ設定を384まで上げたものですね。これで、えー、十分だと思います。いろいろ用途に合わせて使い分けてみてください。今回は以上です。またお会いしましょう。